たよ。みんな待ってた。待ってたよね。MX Keys Mini 4 Mac ミニマリストワイヤレスイルミネーションキーボード US 配列。はい、ということで皆さんこんにちは、山カフェです。信じて待っててよかった。はい、今日ですね、 MX Keys Mini 4 Mac ですね。はい、今回もですね、ロジクールさんに送っていただきました。本当にね、ありがとうございます。ちょっとじゃあ開けていきましょう。いや、待っててよかったよ。なんででもロジクールさん US 配列発売する気になったんだろう。ここね、いつも通り説明書が書いてあります。本体行く前にケーブル USB Type-C ケーブル、そして説明書ですね、保証書。お、これだけか。ロジボルト入ってないんだ。入ってないんだ。ロジボルト入ってないんだ。非対応なんだ。さあ、じゃあ本体いこうか。この感触も持ち慣れてますよ。ういういうい。はい、来た本体。いや、待ってたよ。これは待ってた。こちらロジクール MX Keys 4 Mac ですね。いや、本当に信じるものは救われるじゃないけど、これはやばいね。というか、MX Keys 関係はもう殿堂入りにしないとダメでしょう。はい、ということで改めまして山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ロジクール MX Keys Mini 4 Mac ということで、いやー、まさかね、まさか出してくれると思ってなかったです。まあ、結構ね、意表ついた感じですけども、いや、本当ね、待っててよかったなと思いますね。で、今回もロジクールさんからレビュー用に送っていただきました。本当にありがとうございます。で、この MX Keys シリーズっていうのは、マスターシリーズっていうね、クリエイティビティを発揮するためのツールの名称になってます。で、そして今回のキーボードは、以前に発表されたね、発売されている MX Keys Mini の待望の US 配列版ということですね。で、ミニマリストと銘打ってるだけあって、テンキーレスのコンパクトな、でも必要十分なキーボードです。もうね、僕なんか言わなくても分かると思うんですけども、US 配列版を待っていた人は買いです。で、なんで US 配列版がいいのかっていうのは、まあ、その動画をちょっと作ってますんで、よろしければそちらもチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきますので、よろしければチェックしてください。で、この MX Keys はですね、去年と一昨年の僕の選んだベストキーボードナンバーワンになってるんで、まあ、間違いないです。はい。で、このキーボードはですね、メカニカルキーボードじゃないんですね。まあ、シザースイッチといって、ノートパソコンのキーボードに似てます。薄くてペチペチしたね、打鍵感ですね。で、Mac とかの、キーボードの打ち心地が好きな方は、もうこれバッチリだと思いますね。で、配列は今回ね、テンキーレスの US 配列ということで、カーソルキー部分がね、ちょっと小さいんですけど、僕個人的にはね、気になってませんが、気にする人は気にするかもしれないですね。そして、カラーはですね、今回、ペールグレーだけですね。Mac といえば、まあ、白にしておけばいいんでしょみたいな、まあ、ちょっとイージーな感じはあると思うんですけど、まあ、個人的にはね、僕はこの色好きなので、いいと思います。で、本体はね、これかなり薄くできているんですけども、しっかりした、ね、作りで、打鍵していてもブレない作りはこれ相変わらずですね。はい。で、本体にこれ奥にね、これ厚みがありますけども、ここはね、バッテリーが搭載されているんじゃないかと思いますね。背面にはですね、充電用の USB Type-C コネクタと電源スイッチですね。MX Keys Mini 4 Mac はですね、USB ケーブルを使った有線接続での利用はできません。あくまでもね、充電用の USB ケーブルということですね。で、バッテリー駆動はフル充電で10日間ですね。そしてバックライトがオフの状態で最大5ヶ月ということなので、まあ、結構ね、割と問題なく長く使えるんじゃないでしょうか。そして Bluetooth での接続は最大3台まで切り替えが可能ですね。で、切り替わりですね、機器の切り替わりは結構すぐなので、これはね、割とささっと切り替えることができると思います。そして最後にも言いますけども、ロジクールのボルトというね、アダプターにも対応していますので、アダプター持っている人はボルトアダプターでの接続も可能です。で、4 Mac と言っていますが、 iOS にもね、 Bluetooth で対応します。
で、このキーボードのですね、打鍵時の気持ちよさ、本当にこれ気持ちいいんですけど、この気持ちよさというのは僕はね、キーキャップにあると思います。丸みを帯びたへこみがあるので、指の腹がねちょうどこう収まる感じで、誤入力がねほんと減る感じなんですよね。このキーキャップのへこみがですね、このキーボードの素晴らしさとか得意性っていうのを、特徴づけていると思いますね。で、ストロークもね結構しっかりあって、そこに指がついた時のフィードバックもすごくいいと思います。で、僕はですね、キーキャップの上をこう指をね滑らせるような感じで打鍵することもあるんですけども、スベスベのキーキャップの感覚はとてもね気持ちがいいです。そしてですね、手をかざすことでキーキャップが光るイルミネーションの機能もありますので、暗い場所での、作業時にも重宝するかもしれません。しっかりした作りなので、思った以上に、重さはあるかなと思いますね。ですけど、持ち運べる重さです。で、出張時には、僕は今までこっちの実配列版を持ってたんですよね。これどっち間違い探し的な感じで、こっちが実配列ですけど、こっちを持って行っていたんですけども、次回からは US 配列版に変更ですね。そして便利な機能としてですね、ファンクションキー部分にメディアコントロール的な、キーが割り当てられているんですよね。無線切り替え用で3つキーがありまして、ショードコントロール、それから音声入力、絵文字キー表示、画面キャプチャー、マイク入力、オンオフ切り替え、再生停止、ミュートや音量、そして画面ロックですね。ロジオプションズプラスという、アプリを使ってキーのカスタマイズが可能になってます。で、ファンクションキーの 1,2,3 は切り替え用なんですけど、F4 以降はですね、機能を割り当てることができるようになっています。はい、じゃあ気になる、ポイントもあるはあるんで、ちょっとお伝えしておきましょう。まず色の選択ですね。日本語版はですね、ペールグレーの他にもグラファイト、そしてローズっていう、3色展開されていたんですよね。なので Mac 版もぜひね、グラファイト欲しいよっていう人もいたんじゃないでしょうか。日本ではね、実配列が主流になってますから、空張り展開してもなかなかね、どこまで売れるかわからない状況だと、まずは無難なペールグレーっていう感じなのはしょうがないかなとは思いますね。そしてボルトアダプターが付属しないということです。今までの 4Mac シリーズも実はアダプター付属していないんですよね。なので、この流れはわかるんですけども、残念ですよね。で、付属していないだけで別途ね、ボルトアダプター持っていれば、それでつなげることができます。しかしここはね、付属してほしかったですよね。はい、ということでお値段もチェックしておきましょう。ロジクール公式サイトを調べてございます。税込みで 15,950 円ですね。そして、フルサイズバージョンの MX キーズ 4Mac はなんと 16,060 円ということで、その差が110円で、実配列版のミニの金額が 13,860 円ということなので、その差が2090円ですね。で、ボルトアダプターが欲しいよという方は別途購入が必要になりますので、こちらが1210円になります。むむむむむむむという金額で、なかなかね、際どいところをついてくる金額ですよね。で、発売は2022年8月18日ということです。お金ちょっと実版よりも高いかなという思いしますけども、US 配列版を出してくれたことに感謝します。本当にありがとうございます。ということで、質問なんかありましたら、コメント欄でグッド評価と、チャンネル登録まだの人はぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。